日本に生まれたこと感謝した方がいいよ。産経新聞2022年1月2日習氏天安門弾圧を称賛、国家守った英断と演説。出だしは習近平さんのことを習氏天安門って言いましたが、日本語読みは最後門、天国の天に安心の安に門。中の国で天安門事件が起こった時に、日本の NHK ではあそこでの逆の殺はなかったって報道しやがったんですけど、そう言えって言われたんやろな。記事によりますと、中の国で1989年に民主化運動が武力弾圧された天安門事件について、天国の天に安心の安に門と書いて、ほんまは最後門やねんけど、中国語読みは面なのでしっかりした中国語の発音ではないんですけど、その方が音声読み込みしにくいやろから天安門って言いますね。習近平国家主席が昨年11月の演説で、トモさんってこの動画では共産のことを言います。トモさん党って言ったら共産党のことです。トモさん党と国家を守るための歴史的な英断だったと称賛していることが分かった。お米の国と戦った蝶の線の線の層と並ぶ、蝶の線の真ん中の脳を取ってくださいね。でそこの物騒なやつと並ぶ国家的危機を切り抜けたと位置づけた党の政治理論誌キューゼが1日伝えた、キューゼ求めるにこれって書くんですけどね。演説は昨年11月11日に党が40年ぶりに歴史決議を採択した際に行ったって。習近平さんは80年代末から東欧や東欧東ヨーロッパや旧ソ連で次々に社会主義体制が崩壊し、中の国でも89年に深刻な政治風波が発生した。風波過去騒ぎってなってます。もう一回、中の国でも89年に深刻な政治風波が発生したと天安門事件に言及。党は断固とした措置で、党と国家の生死存亡がかかる闘争に打ち勝ったと述べ、弾圧を正当化した。戦車で引き倒して認知にしたのにな。漢字で64って入れて検索すると当時の様子がわかります。 BBC ニュースが YouTube に載ってて、64事件 BBC 天安門現場報道全記録、中国語の字幕ついてるやつ、ポングコングの人が作った分かりやすいやつはいっぱい消されてるのかな。とにかくご存知のない方は漢字で6と4入れて検索してみてください。とにかく悲惨。ちなみにですね、トモさんがやってることは我々日本国民は何も言うまいにした方がええねんで。私は戦時中までに出版された先人の書で歴史の真実を紐解いて、 Amazon Kindle 電子書籍で出版してきたんですけど、この世の中には世界を牛耳る大きな勢力っていうのがあって、資本主義、社会主義、共産主義、この3つの主義は世界を牛耳る大きな勢力が作ったもので、揉めさせるために作ったんでしょって感じやねんけど、資本だけが自由に楽しく暮らせて、社会共産は必ず痛い思い、辛い思いをさせられる。中の国で行われてること、それはシステム上仕方がないねということで、ここはクールに許せないけしからんって立ち上がって抗議させようとしてくるやつらがいるけど、それに乗ってはいけません。社会主義共産主義の世界はそういうことをするところ、ああ日本に生まれてよかったって見ておくもんなんよ。活動家の人権ビジネスに乗ってはダメです。私は右も左も保守言うてる連中も根っこが同じのマルクソさんやと見てるんですけど、日本の保守論客ってお隣の K の国、反とも言う韓とも言うところの宗教団体のメディアで活躍している人たちやんか。今現在の日本の野党は赤い酸っぱい連中で、労働組合の組織票で送り込まれてくる連中なんですね。でほとんどの日本国民、戦後ですね、政治に興味を持たないように持たないように刷り込まれてきてるので、正しい判断ができない、
政治は誰がやっても同じっていうセリフを吐くやつもいるし、うちのおばもそうやったわ。いやいや、ちゃうやろ、民主政権で分かったやろって感じやねんけど、我々日本国民にとって残念ながら今のところ自民しかあれへんのよ。自民の中にも赤い酸っぱい連中わんさかいるけど、システム上あそこしかないねん。で、安倍っちとかはお隣の反の国の宗教メディアうまく利用してますよね。そうするしかないし、信者いっぱいおるし、あちらこちらに工作員ってほんまにいて、石化工作員って言うねんけど、石化っていうのは思想を赤く染めること、思想を共産主義に変えることを言うんですね。赤旗の赤色は豚の血祭りの際の豚の血の色で染めた赤い旗。大昔バルカン半島で豚の血祭りを行って、その血で染めた旗をイエーイって振りかざして、みんなこのようにしやーって言った勢力があんねん。で、世の中は善人ばかりじゃないのよ、悪人もいっぱいおんのよ。豚さんブヒブヒのことをゴイとかゴイムとか言うねんけど、それ以上説明するとまずいと思うのでやめとくけど、ということで私は何かやられたら必ず仕返ししとかな気すまへんタイプやったんで、昔はよくえげつないこと、左の翼と同じことをやってた。まあこれも修行やなとか思いながら、神様は嫌うみたいやけど。しかしやはりですね、赤い酸っぱい勢力に対しては無視しかとが効くと思います。以前ツイッターやってた時に、どういう人物かすっかり忘れてしまってんけど、一回アカウント消してまた現れたみたいで、実は以前このアカウントでやってましたってカミングアウトされて、めんどくさと思ったんでもういいよってブロックしたら、覗いてみたらこっちが良くないんだよって書いてあってんけど、誰かにもう一度アカウントを作って近づいて話聞き出せとか、ガセつかませろとか言われたんやろなって想像しててんけど、赤い酸っぱい勢力の工作員は洗脳オルグ罹患工作を使命にやってます。その場を混乱させて破壊に導くことを任務としてやってるみたいです。オルグっていうのは仲間に引き入れて構成員にすることなんですけど、洗脳、これは会話をしなければ洗脳されません。で、怖いの？で尋ねてくるパターンもございました。とにかく赤い酸っぱい人たちって上からの指令に忠実で、任務が遂行できなかったら自己批判に応えろなんて意味不明なこと言われてボコボコにされてしまうみたいなんですよ。自己批判テレビアンボコボコいたいたあーっていう儀式がほんまに行われるみたい で、それを知ってしまうと何も言わずに知らん顔がお得やんやんか。で、相手してしまってあ、なんか違うと思ったらのらりくらり答えてるとだんだん焦り出すので、あ、違うわと思ったらバサッて切った方がいいですよ。そんなもんに時間使うの無駄やし。中の国で行われてることは政治家にお任せして、私たちは楽しいことだけに目を向けていったらいいんですよ。情報だけ知ってね